はい、2024年3月の今日は30日土曜日。はい、くーちゃん。トバトのチルちゃん保護して本日で16日目になります。今日はね、久々に晴れて風も穏やかでしたので、チルちゃんを外で日光浴しました。で、翼ね、バタバタして傷口が開かないように、翼をね、固定してたんですが、久々に翼の固定を外してお外で日光浴してもらいましたね。段ボールごとね、猫に襲われないように気をつけて、お日様当たるの大事だからね。でちょっと先に目薬やっちゃおう。目のね、このイボが鬱陶しいね。早くちっちゃくなるといいな。これはタリビットっていうね、目の薬です。よし、ぽい。はい、というわけで、またちょっと翼をね、固定していこうと思います。うっかりね、バタバタ飛んでしまって、傷口がね、開いちゃったりしても大変なので、こちらね、この幅のものを半分に切ってあります。だいたい30センチぐらい。で、はい、翼を、泣くようになったんだよね、チルちゃんね。あとってね、喉から胸のあたりを膨らませて、グーグーって泣くので、胸にね、穴が開いてる時はね、痛くて泣けなかったよね。泣くようになったっていうことは、だいぶ傷の調子が、いい、治ってきてるっていう証拠ですね。はい、こんな感じで、はい、8の字で、はい、反対も巻き巻きしますよ。よいしょ。なんかここちょっと汚れたね。きれいちとかないと。ここにね、ちょっとね、血がついてるのは目のおできが気になって、背中でね、ゴシゴシってするんだよね。だからここちょっとついちゃったね。よいしょ。とね、完全に。まあ、ひどい怪我だったんでね、しばらくちょっと無理しないように固定をして様子を見ようと思います。せっかくね、傷がくっついたのに。すずちゃんもね、治りかけにやっぱり動いちゃうんでね、あとちょっとっていう時ところが長かったので、ちょっと慎重に行こうと思います。ちょっと胸のね、方も巻き直していきます。どうでしょうか。ちょっとカジずれちゃってたね。もう動くようになっちゃったからな。全然ずれちゃってたじゃない。どうしようか。あ、もう抜歯しても良さそう。抜歯しちゃおう。近いからね。
もう痛くなくなったらいじっちゃうよな。ね。はい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 、あもう元気になっちゃったから大変。このね、あとちょっとっていう時にね、やっぱり痛くないと動きたいもんね。このあとちょっとでね、やらかすんだよね。あとちょっとだから、ちろちゃん。ここでさ、油断するとさ、また傷が開いちゃったりするから。よし、ここね、こうやってやるといいみたい。要塞とかね、やる人だったら体にフィットさせるデザインとかね、こう寄せたりっていうので、よいしょ、よし。やっぱこのタスキをしてた方が良かったね。そうするとやっぱここがずれないから、これ最後の仕上げのこのタスキ掛けは重要だったみたい。はい、できました。あとちょっとだから、チェルちゃん頑張ろう。もうね、動きたいよね。あとちょっとなので大丈夫かな。きついところないですか。首締まってないですか。ちょっとね、首があんまり緩いとね、またくちばしが入ると傷口やっぱり周りがね、治ってきてるから痒いんだよね。で、ガチガチしちゃうから、あんまり緩いと。でも、きついと、ご飯食べるからね、苦しいし、
加減は様子を見つつ、はい、チルちゃんお疲れ様でした。ご飯食べましょう。はい、というわけでチルちゃん新居、もう段ボールを卒業して、おい、ご飯食べようかね。チルちゃんのご飯こちら、つぶつぶのペレットを数種類ブレンドしてあります。消化がいいようにね、ペレットにしました。はいよ、おいちょ、うんうん、よっこしょ。あの、巻き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 したてはちょっとバランス取りにくいんだよね。ちょっと足のところ直そうかな。喉乾いてた。おしょといたからね、喉乾いたね。おいし、すごい飲みました。ご飯を目の前に置いて、2分半経ったところでちょっと高さが、ちょっと待って、よし、これでいいんじゃない、これね、周りはクシュクシュっとした新聞紙が、ね、周りちょっと土手を作ってます。ちょうどいい高さに、新聞だからね、ギューってやれば潰れるので、よし、いいよ、なんですかキュウちゃん。というわけでチルちゃん、ちょっと餌皿を変えました。どうですか、ちょっと考え中かな。考え中です。ちょっとお水ガブガブ飲んだからね、最初にね。お水はもういいのかな。お水は、お水もうちょっと、お水が喉かいてた。お水もなくなっちゃう。うん、飲んだ、全部飲んだ。